何をやるかと言いますと、はい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 、なんだと思う？え、何？ブブー、今日はニコレちゃんの MC MC 力診断。うわまあ、最近、うん、YouTube では、うん、私たちがよく MC やってるじゃないですか。確かに MC やってる。ちょっと冷静にシンキングタイムしてみて、うん、私たちよりもっと MC に向いてるメンバーが他にたくさんいるんじゃないかって最近思うんです。確かに自分で言うのもなんやけど、うん、なんかそうやなって思う。ということで今回はニコルちゃんの MC 力をチェックしたいと思います。え、でもどうやってするんですか？それはですね、さくら、みやこの収録、うん、めちゃくちゃにするドッキリー。いやもういつもさ、楽屋とかでは、うん、ちっちゃいちっちゃいいたずらばっかしちゃうけど、こんなオフィシャルなドッキリ初めてなので、私たち西新宿5丁目の時代が来ました。あの西新宿5丁目やめて、恥ずかしい。それこれから、うん、ニコルちゃん仕切りで偽のクイズ企画をやろうと思うんですけど、うん、私たちがとにかくふざけたり、負けたのに罰ゲームを拒否したり、おしまいには大喧嘩始めても、本当に収録をめちゃくちゃにするんです。果たしてニコルちゃんはそんなハプニングにもうまく対応できるのか。おー、うん、ニコルには申し訳ないけど、うん、ドッキリにはちょっとワクワクするな。はい、ワクワクします。うわそれではもうすぐニコルちゃんが来るので準備しましょう。レッツゴー。ニコニコルンルンニコルンルン、斉藤ニコルです。バイド、なにわのおしゃべりガール河野美彦です。エール英語運動奇跡のジャスティス、おーいさすが、いい声が出てるわ。テンション上げて。知ってて当たり前、インターナショナルクイズ。7分の22はもっともっと世界で愛される存在になりたい、うん、ということで、うん、今回は世界のさまざまな国に関するクイズを出します。おい、さくらちゃんとみやこちゃんには7分の22インターナショナル担当の座をかけて勝負してもらいます。はい、ちなみに、うん、負けた方にはきつい罰ゲームもありますから、覚悟してくださいね。それではお二人とも意気込みをどうぞ。はい、まあね、インターナショナルクイズなんてね、うん、私がインターナショナルなのでもうやる意味もないんじゃないかって。なんで今からっていいみたいな。なんで今からっ私だけでいいって。私が話してるのも今だけ必要なの。喧嘩しないで。喧嘩するのになんでそんな言うの。もうやる意味もない。やる意味なく優勝者は私です。ちょっと空気読んで読んでるよ。だから違う、みやこちゃんがさっきからすごいテンション低いから低くないよ。空気読んであげよう、あげてこうとして、マクザマクザあげって言おうとしてるんだ。言ってないやん。では早速参りましょう。分かった方から手を挙げてくださいね。クイズは全部で3問です。第1問、オーストラリアの首都はどこでしょう。はいはい、みやこちゃん、やっぱり、うん、これは大喜利大会ですか。え、大喜利ではないよ。大喜利、うん、本当のガチのやつだよ。オーストラリアの人はカンガルー。大喜利でもさ、わざとらしすぎるし、絶対さそんな揚げ足ばっかり取ってくんの。揚げ足だってすごい最初からテンション低いから。なんでって、楽しくクイズしようよ。キャンベラ。あ、正解です。なんだね。え、ちょっと待って、私答えてないじゃん。これ挙手制なんだよ。そうやで。それ言ってくんなかったかな。なんでテンション低くなっちゃうの。さくらちゃんも。みんなで盛り上げていこう。第2問、世界で2番目に面積が広い国はどこでしょう。どう、キャンベラ。なあ、さっきの問題が出るわけないやん。だってわかんないけど答えないと、みやこちゃんもまた変なこと言って、で私に答えさせてくれなくて、またかぶせてきて、またでもそれでなんか違うって。怒ってんで。どっちもどっちも悪くないよ。ほんまに。うん、どっちも好きだよ。ありがとう、ありがとう。はい、じゃあ、はい、あ、みやこちゃん、え、これは大喜利？だから違うって。違うよ。うわー、うまかった。はいはいはい。
カナダ。はい、正解でーす。大切。こんなん誰でもわかるもん。この表示前にもらってた。事前な。いい加減覚えてって。もうそれも狙ってるやろ。まだ書かれんで、コメント欄に。ちょ、今これ、わか、事前。今やった。だから事前。事前が言うから。いいんだよー。3問目まだなんだよ。はい、最終問題です。うん。はい、6大陸とは、ユーラシア大陸、アフリカ大陸、うん、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、オーストラリア大陸、あと一つは何でしょう。なんか全部日本語で書くのはいつもずるいと思う。それでなんか私が頭わかるやんか。それでなんか私が頭悪いみたいなキャラになって、今までの1問2問目も1回も答えられなかったのに、うん、でなんか最後もなんかアフリカ大陸とか北アメリカとかさ、うん、日本語で言ってきたら私わかんないじゃん。でも読めるでしょ。でもなんかこ答えないと。わかった人いないの？じゃあ、はいはい、わかりました。あ、みやこちゃん。南極大陸。あー、正解でーす。ちょっと、さくらちゃん。だって、みやこちゃんの方が私より頭いいキャラみたいになっちゃうじゃん。こんな本番中に文句言うのおかしいで。だって本番中に最初にテンション低くしてたのはみやこちゃんじゃ。しかも本番中に言わないで、じゃあいつ言えばいいの？終わった後言ったっていつも聞いてくれないもん。私がうちに言われたってそうなん。アメリカのクイズくださいって言っても、はいはいって言って一回も来たことないよね。なにこれ、4文字熟語ですか？読めるわけないじゃん。なに、南の極端な大陸？読めてるやん。読めてるやん。はい、では3対0でみやこちゃんの勝利です。イエーイ、イエーイ。そして敗者のさくらちゃんは罰ゲームとしてカメラに向かって全力一発ギャグをやってもらいます。わー、楽しみ。この一発ギャグはみやこちゃんがやってくれます。え、なんでなん。だって一発ギャグみやこちゃんのキャラだから。違うって。これはこういう時はそうじゃないの。いやらない罰ゲームとしてやるから。さくらちゃんならもう素晴らしい一発ギャグが絶対できるよ。やってって。なんで一発ギャグ。やだ、ほらニコルも言ってるやん。ニャンニャンしてるで。やって。なんでそれで笑ってんの。なあ、ほんまかんて。なあ、違うやん。じゃあやって。どうやって。なんでうちがやんの。企画の趣旨がおかしい。じゃあニコルちゃんがなんか MC だから締めてくれるはずじゃん。うん、私。うん。じゃあ、行きます。一発ギャグだにゃん。うわー、ちょっと。もういい。もうこれでいいの。もういいよ。うどう、やってみて。あ、やってみて。やれる。はい、というわけで、これドッキリ大成功。ないよ、みやこちゃん。わかってる。みやこちゃんの渾身のやつ二人でちょっと練習したのでね。うん。いきます。せーの。頭肩膝こそ。